スマヒサヨシは、兵庫県出身の心臓血管外科医。専門は、心臓血管外科と循環器内科。高南中学校、高等学校、大阪医科大学卒業後、三井記念病院心臓血管外科部長、ローマカトリック大学心臓外科客員教授、湘南鎌倉総合病院院長、葉山ハートセンター院長、順天堂大学医学部、 心臓血管外科客員教授、心臓血管研究所附属病院スーパーアバイザー、香川大学医学部臨床教授、大阪医科大学アドバイザーなどを歴任。現在はスマスクエアクリニック院長。世界で初めてイ医療ミ動脈グラフトを使用した冠動脈バイパスを開発し、日本で初めて拡張型心筋症に対する差出、形成術の一実式である。 バチスタ手術を行った。さらに、手術器具の開発やバチスタ手術、バイパス手術などの改良を重ね、超音波で心筋の良し悪しを判断して悪い部分のみを縫い縮める改良型バチスタ手術やパッチを使って、間仕切りを作り、左心室の溶石を縮める西部手術を考案し、成功率を飛躍的に高めた。後に、西部手術は、 スマ手術とも呼ばれようになる。現在は、スマスクエアクリニックと東京ヒップジョイントクリニック、ユリ委員のすが外来にて循環器内科としての診療と心臓ドックや医療相談、セカンドオピニオンを行っている。ありがとうございます。